はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型システムの魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。ダイハツ新型タントでございます。で、このタント、そしてタントカスタムなんですけど、先日フルモデルチェンジが行われて発表発売されたわけなんですけど、外観も内装も何から何までガラッと変わって、今回からカタログも統一されたということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと、タントシリーズの概要が紹介されております。どんな人でもどんなシーンでも使い勝手のいいように進化したということになっております。で、スマートアシストも進化を遂げたということになっております。次のページではミラクルウォークスルーパッケージについてが紹介されております。ピラーレスのドアはもちろんなんですけど、パワースライドドアだったり運転席助手席ロングスライドシートが採用されたということによって、乗り降りなどもより楽に行えるようになったということになっております。次のページでもミラクルウォークスルーパッケージについてが紹介されております。この機能が採用されたということで、お子さんの送り迎えとかもより楽に行えるということになっております。このようにお子さんを後部座席のチャイルドシートに乗せた後に、いちいち車を降りることなくそのまま助手席側から運転席に乗り込むことができるということになっております。でさらに休憩中とかお子さんの面倒も見やすくなったということになっております。で、ミラクルオープンドアが採用されているので、長物も積み下ろしがしやすいということになります。でさらに後部座席の荷物も取りやすくなったということになります。次のページでもミラクルウォークスルーパッケージなどが紹介されております。操作の仕方などが紹介されております。スイッチを押した上でシート下のハンドルとかを操作してスライドするという機構になっているようです。さらに助手席のイージークローザーとかスライドドアのウェルカムオープン機能なども採用されております。でさらにスライドドアの予約録機能のタッチ&コール機能などが採用されております。もちろんキーフリーシステムに対応しております。次のページでは進化したスマートアシストについてが紹介されております。スマートアシストを搭載車はサポカ S ワイドに適用しているということになります。各機構が紹介されております。次のページからは各種機能が紹介されておりまして、まず全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロールが設定されております。これによって高速道路での渋滞時も楽に運転ができるということになります。車線の真ん中を安心して走ることができる電気部コントロールが採用されておりますし、車線逸脱警報そして抑制機能なども採用されております。次のページではスマートパノラマパーキングアシストが採用されたということで、駐車もより楽に行えるということになります。でさらにパノラマモニターにももちろん対応しておりますし、前後方向のファスティン抑制機能も採用されております。そしてフロントリア2個ずつのオーナーセンサーが採用されております。次のページではこの新型タントからダイハツニューグローバルアーキテクチャ DNGA を採用したプラットフォームが採用されるということで、より走行安定性が増して静粛性も向上しているということになっております。これによって長距離ドライブも快適に行えるということになります。次のページからはラインナップが紹介されております。標準のタントシリーズですと最上級が X ターボ、そして XL というラインナップになっております。で全車2駆4駆用意されておりまして、でミッションが CVT となります。 L グレードにはスマートアシストが装着されないモデルも用意されております。次のページではカスタムグレードですと RSXL というラインナップになります。でカスタムグレードは全車スマーシー搭載モデルとなります。で2駆4駆ラインナップされております。親しみやすさもですけど、よりスタイリッシュになったなと思います。アナザースタイルパッケージも採用されております。次のページでは福祉車両が紹介されております。ウェルカムターンシート車がこのような感じになります。助手席の角度がちょっと変わるという車両になっております。昇降シート車や車椅子移動車もラインナップされております。次のページではカラーバリエーションが紹介されております。いろんな色が用意されております。つまりでは各モデルの燃費が紹介されておりまして、環境情報も紹介されております。次のページではグレードごとの装備の比較などが
売されております。で、全車フル LED のヘッドランプが採用されております。で、カスタムグレードになりますと対向車の幻惑を防止してくれるシステムなども採用されているようです。カスタムグレードになりますとホイールもグレードごとで3種類用意されております。上級仕様のメーターにはマルチインフォメーションディスプレイも用意されております。ディスプレイにタコメーターも表示することができるようになっているようです。下には各パッケージオプションが紹介されております。このような感じになります。ナビも新型の大画面ナビが用意されております。次のページでは主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになります。次のページでは主要所見表などが紹介されておりまして、下には寸法図も載っております。で、隣では各ディーラーオプションのスタイルパッケージが紹介されております。ラジオ紙がこのような感じです。はい、ということで今回は新型ダイハツタントについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で、ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。